い、こんにちは、母ちゃんです。父ちゃんです。今日はですね、なんと、はい、今年もコストコの恵方巻き、はい、ゲットしてきました。うわー、デジャブって感じですか、皆さん同じ具材？具材は同じ。ほんな見る意味ねえじゃん、この動画去年の見はいいがって話よね。うん一切老けただけじゃんふざけんねよはなんで一緒なんだけど、はい、まあせっかくゲットしたので、はい、紹介しようかなと思って。はい、はい、まだ、あ、去年の全然見てない人もいるからさ。あ、そう、うん、で今年まだこれからね買いに行くよっていう人がいるかもしれんからさ。はい、だからこれを見てからさ、あ、美味しそうと思って買う人おるかもしれない。だけど100円上がってるからね、値段が去年よりはね。うん、だけどもうここ最近のさ、うん、値上げ率を考えると、うん、コストコをめちゃめちゃ値上げしてるじゃん、いろんな商品。ああ。その中ではまだ、あの、優しい方だよね。100円っていう良心的な値上げでね、うん。うん、済んでるかなって感じね。そうだね。はい。はい、というわけで、今日はこれをね、はい、切って、また、あの、味をチェックしていこうかなと思って。ああ、味が変わってるかどうか。うん。ああ。はい。じゃあ、やっていきましょう。はい。とりあえず、うん、順番に田舎巻きから食べるわ、うん、このなんかさ、うん、かんぴょうとか卵とか、うん、ごぼうとか入ってるこの田舎巻き、うんうんうん、はい、これからちょっと切ってきます。はい、はい、おお、いいね、断面いいね、これほら、おお、ただのかんぴょう巻きやんけいただきます。はい、これって醤油つける？いや、好き、うん、それすら一口でいかんのかい。うん、うん、うまっ。うまいの？うん、なんだかんだこういうのが一番おいしい説あるよね。まああるよ、うん、なんかホッとする。なんか去年もさ、うん、こんな田舎巻きいらんわとかって言っとってさ、うんうん、結局さ、うまいとかって言っとった気がする。あ、うん、次はこの海鮮巻きね。はい、でこれはね、マグロとイカとサーモン、はい、かなが入ってる。はい、うん、まあまずいわけないけどね。うん、巻いてあるから、うん、綺麗に切れる。あ、エビも入ってた。お、めっちゃエビ入ってる。これ見て、ほら。お、エビがメインみたいじゃん。うん。はいはいはい、エビを持ちつつハートを作ってるってわけですね。うん、ハート？手で。あ、そうなの？韓国風に。あ、こうやって？うん、はい、キュンですか？キュンです。愛くるしいな、お前は。キュンとかも古いんだよ、多分。あ？もういいって、古いとか 古くないとか、うん、ちょべりぐらいになって、こっちはあ、すごい、イクラも入ってた、豪華じゃん。うん、へえー、普段入ってたっけ、イクラなんて。はい、いただきます。はい、うん、うま、あの、うん、さっきさ、うん、なんだかんだ田舎巻きが一番おいしいとか言ったやん。はい、電源撤回するわ。そりゃそうだ、うん、こっちの方が100倍うまい。それをね、さらにシーチキン巻き食べたらねあのシーチキン巻きの方が100倍うまいじゃない。シーチキン巻きとかサラダ巻きね。うん、わかる。うん、じゃあこれマジでうまい、びっくりした今。そうなの？うん、イクラが歯に挟まる。イクラが挟まるのどういうこと？イクラが歯に挟まるって、あれ挟まるもんなの、イクラって。いや、美味しかった、本当に。うん、なんかね、本当あの、宝石箱やーって感じだった。あー。口の中が。へぇ。いろんな味がして。切れたね、あいつ。某宝石箱の人。まあ、うちはだって、でもテレビ見てないからさ。まあまあ、そうだね。俺は Z 世代だね。ドラゴンボール Z 世代ってこと？そう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 。
じゃあ3問いくわ。はい。サモハンキンポってことだよ。知っとる人おんの？いや、おるだろ。うちの世代は知っとるかな。うん、Z 世代だったら知っとるって。ドラゴンボール、ドラゴンボール Z 世代な。ドラゴンボール Z 世代だった、ね。うん。で、俺らのことをさ、Z 世代って言わなあかんくない？うん。まさに。ダメだよ、うちら氷河期だもん。いやいやいや。溶けたさ、氷の中からさ、うん、あの、恐竜がさ、恐竜？うん。玉乗り飛行って何？どういうこと？え？恐竜がいたら。何言ってんのお前。何て言っとんの？玉乗りを仕込みたいねって言ったんでしょ？仕込みたいの？うん。玉乗り仕込みたいねって、お前玉乗り仕込って言った今。なんていうしこいこと言ってんのよ。じゃマジで子供の時マジで意味わからんかった。どういうこと？玉乗りを。仕込みたいねって、玉乗りの芸を恐竜にね、仕込みたいねっていう歌詞じゃん。あ、そういうこと？玉乗り仕込？じゃあ、玉乗り仕込みたいねって言ってると思って。玉乗り仕込みたい？なんちゅうやつなの？じゃあ、マジで本当に今知った。はい。サーモンはマジで純粋サーモンって感じ。ああ。なんか大葉とかも入ってなくて。100% のね。うん。サーモンだけ。はい。いただきます。はい。うん。こんなまずいわけないじゃん。もうそりゃそうでしょ。うん。言うまでもなくうまい。うん。そんなまずくできたらさ、もうプロだって。逆に。もう。ポストコってさ、うん、めちゃくちゃ疲れん。疲れるね。買い物行くと。うん、もうさ、うん、毎回さ、うん、毎回同じことじゃなくて、うん、今日は、うん、そんなに買わんとくわって、うん。マジで、うん。なのに行ったら絶対もうてんこ盛り買うよね。なんか4万円超えぐらいじゃないいつも、うん。ユニバ行けるやん。本当だね。うん、本当だ、うん。うん。ちょっとそれは考えないかんね。コストコ、一回やめて、ユニバ行かなかった。ああ、うん。っていうかさ、うん、昨日さ、スパイダーマン、うん、最終日だったらしいね。ああ。なんか、寂しいね。え、何ができるの次。まだ未定らしいよ。あ、未定なの？うん。次何できるか予想しようじゃん。ああ、いいよ。だから、映画でしょ？映画関連でしょ？うん。で、シリーズ化されてるやつでしょ？うん。シリーズ化か。ああ、俺もわかったわ。もうすでに分かった。いや、私もあんたが言いそうなこと分かってる。1点。ワイルドスピード。あ、ブー。アナコンダ2。絶対に違うじゃん。何でしかも2なの。いや、ワイルドスピードでしょ。ん？ワイルドスピードと俺も言おうとしたけど、うん、似てるからね、俺に。ドミニクが。いや、似とるね。確かに。似とるでしょ。確かに似とる。うん、まあ、何ができるかね。はい、楽しみに。はい。待ってましょう。はい。もうあの、レゴランドは終わりなんで。ああ、終わったな。うん。炎上しちゃったんで。うん。まあ、そのうちすると思っとったよ、私は。まあね。うん。ひどいもん、あそこ。だいぶひどいよね。いや、名古屋だからさ、俺ら。本当はさ、あんま言いたくないんだけどさ。あの、やっぱりさ、ディズニーとかさ、ユニバ行ってる我々の身からするとさ、はぁじゃない？これが、ネギトロ。はい。うん。まあこれもね、まずいわけないんですよ。うん。うん。うん。いや、美味しかった。はい。ごちそうさまでした。はい。はい。というわけで、はい、今日は、コストコのね、うん。ほうまき。はい。2024。はい。を買ってきました。はい。去年と比べて、うん。味は全然変わってない。あ、そうなんだ。うん。うん。全く一緒だと思う。まあ私の記憶が確かならね。うん。で、あの、4種類ともそれぞれ美味しいし、うん。いいと思う。おう。うん。こんな4本入ってさ、うん。2580円。うん。100円上がったとはいえ、まだまだお得だね。はい。はい。中身もぎっしり入ってるし。はい。はい。というわけで、今年も美味しい恵方巻きでした。はい。では終わりましょう。はい。ミルキーと。はい。
い、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。おいけ、はい、玉乗り思考見たいわ、草生えるわと思ったドラゴンボール Z 世代のあなた、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。だけどあれは、はい、あの歌い方だと、はい、玉乗り思考で切っとるじゃん。切ってないよ全然切ってない、めっちゃ繋がっとる